決勝に進出したチームをご紹介します。まずはこのチーム、関東エリアチーム。対しますはこのチーム、沖縄エリアチーム。それではこれより練習スローの後に決勝戦スタートです。Thank you.
Excellent. Winner.
ないな。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
winner. 初めてのシングルは緊張した。Thank you.
おめでとうございます。5回目にして初の関東チームの勝利ということで本当におめでとうございます。それでは表彰は一般社団法人パーフェクト理事長永田より行います。それでは惜しくもまずは準優勝の表彰です。準優勝沖縄エリアチームおめでとうございます。準優勝の沖縄エリアチームには目録が送られます。そして第5回エリアチャンピオンズカップ優勝は関東エリアチームです。おめでとうございます。関東チームには目録の方が送られます。そして優勝のトロフィーの贈呈です。はい、優勝おめでとうございます。はい、それでは見事パーフェクトエリアチャンピオンズカップ優勝関東チーム、まあ、チームワークの勝利だね、はい、まずは、一言ずつじゃあお願いします。あ、私から、はい、あ、応援ありがとう、あ、応援ありがとうございました。第2回で北海道で優勝をさせていただいて、今回関東代表としても優勝 で私今日5回目の出場なんで多分唯一皆勤賞みたいな本当に嬉しく思います。本当あの2人のダーツに支えていただいて、あの本当に嬉しく思います。引っ張ってました、ありがとうございました、はい、あの本当に助かりました。楽しんだ結果です。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、そして鹿島プロ、はいはい、ありがとうございます。遅くまで応援見てくれた方ありがとうございます。初参戦だったんですけど本当に緊張しました、ね、もうパーフェクトの方が本当に100倍楽本当に、まあね、チーム戦ってのはね、やっぱりもう、はい、でも決勝戦はダメだったんですけど、まあ、要所要所できてたダーツもあったかなと。そう、みんなで、うん、本当にみんなで勝ち取った優勝だと思います。ありがとうございました。ちょっとこれ何、なんか俺だけ大きく見えるじゃん、なんで君たち下がるの。はいはい、上田とプロ、こんばんは。はい、遅くまでありがとうございました、はい、ご視聴ありがとうございます。はい、もうスタートの段階で森さんから、はい、森プロから、はい、もうあのリーダーシップ取ってもらって、うん、関東は今まで決勝4回目、うんうん、今日で4回目かな。あ、で毎回2位だと。あ、そうなのね、うん、で今日どうすんのと、うん、あ、もうそれは優勝でしょと、そうだと、はい、まあ、口が回るね、もうご機嫌さんだね、ご機嫌さんだね、最後僕だけですよ、2本入れたの入れたのね、入れたのね、そうですよ、ね、今日決勝戦初シングルですからどんだけ緊張するかあ、今日ね、今日、ああ、なるほど、予選を、予選を、ああ、1回戦ベスト8準決勝ってシングルスやってなかったね。全部シングルやってないぞ僕、もう 4勝でもう勝ってるね、はい、なるほどなるほど、もういっぱいいっぱいでした、俺のこと睨むなよもう声がでかいとか言うから本当もうご機嫌さんだなと、もうそうです、まあでも、まあ、見事な逆転ね。いや、もう本当にあのやっぱりこう、あの5セット目からダブルスを勝って、はい、ダブルスもちょっとやっぱりなんかこうお互いね、やっぱりこうちょっとやっぱり優勝を意識してこうチーム戦ならではのこう入れてみたり、はい、こうお互い外してみたりの、はい、やっぱこう面白い、本当見ててね、今日本当面白かった。それで、上田君、シングル戦は本当どういう気持ちで臨んだんですか。二人からなんか声、いや声かけ、いや、もうほっときました。何も声かけなかったの。もう森さんはもうダブルスの段階で、うん、もう信じてるから大丈夫。今日上里のあの、で、て、あの日になるからと。うん、結構プレッシャー与えられてた。与えられたね。まあそうですね、そう PK もだから決めれたから、ね、ちゃんと決勝だから仕事したのあそこだけ、まあ、確かに、はい、プランニングは甘いんだけどね、はい、最後ダメだったそしてあの、まあ、これからパーフェクトで団体、そう、団体戦でこれからこの PK をこうちょっとこう広めていこうと思ってるんですけれども、はい、まああの1回戦は自分はやっぱりこう結構みんな最初やっぱり1本で練習もしないからこう結構プレッシャーもかかるし外れると思ったら最初の1回戦がこう山本プロ、近畿が全部入れたからびっくりして、やっぱ
うちのプロはやっぱりみんなすごいなと思ったら、やっぱり決勝かかった。ちょっと楽しそうな悪い顔してましたね。悪いしますよ。もう本当にやっぱ優練習できないですか？ダメだよっていう。もう練習ダメだよって言われた瞬間に、俺今試合してたから俺外せねえじゃん。いやでもあれ、まあ一歩目入れました。はい、まあなんかあれフライボディアタックみたいな感じでしたけど。いやもう反応優先ですからね。やっぱはい。刺さったらなら、はい、はい、そして2人目の森プロ、あれどういう気持ちで投げたんですか？どういう気持ちですか？じゃあ、か順番、はい、そうです、はいはい、もう順番で言うと、まあ、外す気は、いや、そうです、でも外す気はさらさらなかったんですけど、一番表情が、はい、こう一番いい表情してました、はい、あ、うん、よし、これで、うん、これで、まあ、負けても勝っても言う、まあ、どっちかしかないから、まあ、楽しかったっていう、そうです、川島プロだから唯一、あとはもう3人とも、うん、もう向こうの3人もこうなんかこう悲壮感が悲壮感が そんなことはないと思うけど、プロだけがこうなんかこう、はい、あ、本当ですか、今日やりきったっていう準備があったから絶対入れると思って、あ、でもなんかそういうのが伝わってくれたんだったらすごく嬉しいです、やってる方としては、はい、でもまあ外しましたけど、いや、それは結果ですよ、ね、結果だから、まあ、それは結果だから、伝わったっていうのが一番大事ですね、そう、まあ、コークと、はい、まあ、コークとしてもね、はい、でそして森プロもまあああいう局面でいつも入れるじゃないですか、まあでもロベルト・バッチョでしたっけ、外しますもんね俺、なんだったらもう投げたら後ろそのまま振り返ってやろうかなぐらいの感じで投げたんですけど、話が古い、バッチョが、バッチョ古い、まあ、外したね、20年目なんで決勝で TK 外したね、そうそうそう、大きくねそうそうそう、あのつもりで、そのつもりで、でもまあやっぱりこう投げてね、あ、外すことはないだろうと思って、うん、振り返ってろかなと思ったら、まあ、でも6人の中では、あの一番入れると思ってます、一番入れそうだった、そうですよね、で外した後すごい悪い顔してましたもんね、悪い顔してましたいいねしてましたもんね、あっちゃーっちゃーと思って、いや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 、でもまさかの、あの向こうはやっぱり一回経験してるじゃないですか、あの一回経験して、こっちはやっぱりこうずっとこう、うん、あの大差で勝ってきて あの PK 戦だったから、そうですね、向こうの方が有利だからね、沖縄は全員決めたっていうのを聞いてたんですよ、そう、そうなの、はい、で最後やっぱり、どうもや、最後大城あかりプロがこう入れたら勝ちのところでだいぶこう間を持ってしっかり入れたから、はい、あ、今回も入れて優勝だって、やっぱさすが大城あかり持っていく、持っていくんだろうなと思ったら、もう10センチぐらい上だったから、やっぱりさすがの大城あかりも入れるだろうなとは思ってました、ね、入れるだろうなって思ってたけど、うん、もし外れた時のために僕は結構精神統一させてましたもん、あ、それが優勝の勝因なんじゃないの、いや、もう入った時はもう ね、もうね、ね、でそれで、サドンデスになって4人目、はい、見事に今度は、はい、もういつも通り投げようと思ってもういい、外しても知らねえやと思って持ってさっきいいよって言ったからもうそのまま落としてたんですけどね、いや、でもあれはよく入れて、もうあれ入れた時にやっぱり竹本プロの気持ちはもう痛いほど分かるから、そうですよ、ね、もう一気に竹本プロにもう重圧がかかったから、あれ外してたら竹本プロは10中8区入れてたの、いや多分そうだと思います、10中8区竹本プロは精神的にもやっぱり入れてたと思うから、うん、やっぱりまあ MVP で最後一番美味しいとこを持っていましたら、やっぱそうですかすいません、まあ、まあこのままもうこのまま、こうこのまま9時ぐらいまで話しそうになる、そうですね、そろそろ、まあ、沖縄も待ってます、ね、はい、そろそろこう締めていただいて、まあ、今日の、はい、今日、一生懸命関東を、まあ、本当にたくさん応援してくれた人に、はい、最後あの3人でお礼をお願いいたします、はい、1人ずつ、1人ずつ、じゃあ一番手から、あ、僕から、はい、はい、今日は一日、はい、まあ、いくら声が大きいなね、はい、プロらしからぬなんかプレーとかも見せたとは思います、まあ、チーム戦っていうのもあり、ね、まあでもこれが人間なんです、そう、まあ、僕はちょっと人間とあの狭間にいますけど、とはまあいるけどね、ああ豚ゴリラと、そうだ ね、まあ、狭間にいるけど、まあ、はい、だもう皆さんこれを機にがっつり覚えてください、はい、応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます、はい、遅くまで本当にありがとうございました、あのなかなか私は今年パーフェクトちょっと勝ててないんですが、本当に緊張したので今日もうこれ以上緊張することはないと思うのでパーフェクトも頑張っていきたいと思います、まあでもいいきっかけになったんじゃないですかね、はい、本当にそう思います、はい、はい、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、やっぱりシングル戦が最近多い中でこういう団体戦っていうところを7年ぶり
かもしれませんけども、こうやってまず運営いただいたということにまず感謝をしつつですね、個人的にはあの木曜日からちょっと ADA 香港でちょっと海外の方にもちょっと行かせていただくので、はいはい、今日すごくその弾みになるようなそういう経験を積ませていただきました。本当にあのいいメンバーに恵まれたと思います、ね、本当にありがとうございます、はい、そして見ていただいた方、はい、本当に応援ありがとうございます。ありがとうございました。もうこれからエリアチャンピオンズカップはもう自分は大丈夫なんであの毎年やっていくので、まあ、来年はまたみんな関東でランキング上位になって、はい、また同じメンバーで関東チームとして戻ってくることを期待しております。それでは、次回は、来月、5月の第3週だったと思いますけれども札幌大会、はい、純地元じゃないですか。あ、そうです ね、純地元、もう札幌地元、あ、もうだいぶだいぶ札幌大会で、はい、9時45分後から、ライブ放送いたしますので、そちらの方もぜひご覧ください。それでは、チーム関東優勝おめでとうございます。優勝、優勝。